略してアルティー教職そこの子よろしくと、はい、あ、どうもこんにちは、ビーフシーチューバーのオルさんです。お願いします。うわ、やばい、やばいから、やばいから、モルさんはやべえ。つながりがね、謎ですよね。いや、本当にそうなんですよ。僕、実は一回やったことあるんですよ。え、髪の毛、あの、桐崎英二とコラボしてたじゃないですか。はいはい、髪の毛に僕いたんですよ。え、スミー、ウーミ、ウームニウームニました。それは気づかん。それは気づかん。めっちゃ汗かいてる。めちゃめちゃ汗かいてる。僕らメンバーもう一人いるんですよ、高田って。はい。そいつを坊主にしてほしい。ね、そうです、そうです。はい、なんか僕らを全員イメチェンさせるみたいな企画を流れて、最後に宝を坊主にしてほしい。なるほど、はい、お面白い坊主ですよ、そっちの面白い坊主、はい、パンチがある坊主って感じですね。そうです、インパクト強めな、インパクト強めな。僕ら、あの、潜在写真もまたあるんですよ。はいはいはい、それも含めて、ちょっとパンチのある坊主。なるほどね、はい、わかる。じゃあちょっと3人は写真撮影前のイメチェンプラスでドッキリ企画と、はい、そうです。あの、僕とこちゃんはしっかり決めていただいて、しっかりね、はい、お願いします。かっこよく、はい、分かりました。お願いします。お願いします。はい、今から集合時間を遅らせてくるんで、後から来る。ああ、そう、はい、ずらしてね、ずらしていきよう。一斉なので、次やばい。あ、やばいね。オレンジネギ、よくせオレンジネギ、ご祝福タラよろしく。今日ははい、チョキン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 イメチェンですか。イメチェンです。えぇ、あ、マスク失礼します。僕ら今日、夕方の6時から潜在写真があるんですけど、はい、写真撮れるね。はい、写真撮るんですよ。ウームのね、はい、ウームの潜在写真です。僕らのイメチェンしたいなと思って。なるほど、かっこよくなりたいと。え、今、もっさいしね。もっさいからね。で、みんな芋臭いんで、はい、イメチェンしてかっこよくなろうと思って。おお、マネージャーさんのおかげで、なんとなんとなんと、あの大御所、大御所、もしかして大御所さんとかも。やばくね。やべ、俺ら世代やったらみんな知ってるよ。いや、マジで男、男の子、フルカブ中のフルカブの、ね、初コラボよ。チカタンツとかそのエスポとか、うん、ケイザケイジとかそのお友達とか抜いて初コラボ、ミュージネータラやばガチ先輩。はい、はい、そしたらね、大御所モロさんに、はい、かっこよくミュージネしてもらいましょう。はい、よいしょ、よいしょ、すいません、次。はい、で、こちらがモロさんのお店なんですけど、入ってきます、入ってきましょう。あ、はじめまして。はじめまして。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。ようこそおいでくださいました。遠路はるばる。すいません、モルさんです。やばい、あ、やばいね、やばいやばいやばい。車で行きました。あ、船じゃないですか。船、車でね。船、はい、イメチェン企画ということで、はい、はい、バッチバチにかっこよくしてください。はい、東京で髪切るのも初めてじゃないですか。あ、僕一回ピースで来たことあるんですよ。そう、初めてって言えよ。すいません、ほんとに。やりましょうか。はい、じゃあ早速してもらえますか。やりましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。第一パートは5尺やね。これのさ、テンパっていうのがすごいよね。髪の毛をするセットですか。セット、もうジェルでガガガガみたいな感じで、もうモルさんの好きなままに。おい、弟よ、見てるか。やばくね。弟が半端なくても、まあ、アンは普通にこう下ろして、まあ、前髪もこんな鼻まであるから、これを切って、まあ、普通にこう下ろしの感じにするか、それとも、まあ、ちょっと真ん中、いわゆるこうハーフアップバンドみたいなね。上げでお願いします。上げでいく。はい。え、モルさんいくつでしたっけ、今年齢。93年生まれの11月だから、まだ27ですね。めっちゃ上。11月生まれなんですか。僕と一緒です。何日ですか。6です。なるほど、はい、一番リアクションの困るやつだ。ちょっとあのね、あれなんで、マスクで目隠ししてますもん、ね、自分がどんだけかかるかの点に。ああ、なるほど、全員目隠ししていくから。あ、そう、目隠した方がいいよって領域展開。ちなみに誰の真似したの。今、あの五条悟です。低評価つかないといいね。モロさん、アニメとか見ますか。アニメは結構好き。本当ですか。漫画とかもアニメとかも結構好き。あの、ラブコメとかも全然。あ、ラブコメも、ラブコメでも最近のあんま見てないな。最近って言うと、あの、5等分の花嫁とかは見た。でもシーズン1しか見てない。あの、フォルティシモの方は見てない。俺なんか、アニメ好きすぎて声優も好きになっちゃって、はい、その声優のイベントとかもよく行ってた。あー、いいっす、すごい、うん、めっちゃうやん。これさっき一緒やね。いいな。でも俺はできればもう二次元に飛び込みたいですけど、ないですか、そういう時は。大丈夫、メンバーは。すごいこと言い出したけど。もうこういうキャラなんです。シュタインズゲートとか。あー、俺一番好きなアニメ下着だから。おいし、お、やっぱやっぱ構成がすごいよね。素晴らしいですよね、ほんとに。マキセ、クリスのツンデレが半端なくても。ツンデレが好きなんだ。ツンデレがいいっすね。あ、でもクーデレぐらいでもいいかもしれない。またこうやって使われるよ。モルさん、モルさんにやけただけやった。
手元取れ高少ねえなと思って。こんな感じで切ってきます。え、おお、いい感じ。すげえ。流しはいつも右と左どっちに流す？いつも左流し。左流し。はい。オッケー。モルさん、美容師になって何年ですか？6年目。6年目か。長っ。YouTuber は今年10年目。10年？10年？え、ヒカキンさんと一緒じゃないですか？いや、の方が長いかな。ヒカキンさんは YouTube 歴はちょっとわかんないけど、でも元々俺がやってた頃はもう、やり始める頃はもうやってたから、まあ、俺よりは絶対長い。YouTube 知ったのはだって俺、本当中3、中2とかでした。なんか昔の YouTube って本当になんかハプニング映像とかドッキリ映像とか動物系とかなんかそういうのしか載ってなかったよね。よくテレビでやってるなんか仰天ハプニング YouTuber っていうなんかなかった概念じゃなかった。 YouTuber ってなかったそんな、うん、言葉もなかったし、なんかあすげえどんどん変わってったわ。桐崎英二がモルさんとコラボするって言ったら、うん、会いたいって言ってましたよ。マジ俺最近動画見たんだよね。妹のプレステ4ぶっ壊してプレステ5になってる。あーめっちゃ最近ですね。なんかもう可愛くなってっとる。可愛くなってってほしいですね。はい、じゃあカットが終わりました。はい、ありがとうございます。いいですか、見てもどうぞ。やばい、別人。全然違う。まあ、下ろしてても全然ギリいけるかな。普通にマッシュって感じだし。かなりもらいました。優勝しました。変わったね。変わった。じゃあ、続いて先輩お願いします。はい、せーの、それで次じゃあ、お願いします。お願いします。着用して、はい、マネージャーさんに大きい赤ちゃんって言われました。抱っこはしてくれませんでした。どういうセットするの、いつも。俺どういうセットする。ちゃんとって言うとあれだけど、まあ、普通に動かす感じで。ああ、そうです、全然。僕高校まで美容師目指したんで。えっ、でもやめたんですよ。あ、そうなんだ。 YouTube でもアイロンとかも使ってます。ああ、全然使います。ああ、なるほど、はい、形はもうそんなに変えずに、はい、あのシンプルにやりやすくするみたいな感じで。はい、お願いします。コンセプトでいきましょう。はい、桐崎英二の動画って見たことあります？昔の2015、6年は見たことないです。そこから僕出とるんですよ。2015、6年。僕が高2ぐらいですね。え、その頃はどういう。あ、僕は実は YouTube やってなくて、で、桐崎英二の動画にたまに出てて、で、あいつが退学して、僕も翌年に退学したっていう。YouTube がダメな学校だったんですよ。あー、なんかそうだ、なんかそれで動画上げてたね。そうです、そうです、あの YouTube がダメって言われたからやめますみたいな。開けていいですか？どうぞ。形は？形はあんまり。3週間前に。来た直後にコラボできますというのが決まったっていう。切る前に比べて頭かなりちっちゃくなったっていうのと、指入れるんですか？はい、指を入れるだけで動くっていう。軽いんだけど、ちゃんと毛の芯が残ってるから。だから動かしても前髪がパカパカになったりとかは。激アクトです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、宇田先輩完了。次は宝です。そうですね、宝。はい。今ちょっとモロさん準備中です。準備中なんで先にもアイマスクしよう。アイマスク。アイマスクしよう。そう、俺的にはフェード。フェードがいいんや。フェード系ね。かっこいい系ね。かっこいい系。渋い系ね。渋い系で。イヤホンもしようかな。イヤホンもしてもらう。最後は一人やしね。イヤホンする。うん、それ大事やし。俺何も決めんからね。始まったよ、始まったよ。最初も真ん中にザラッと。ちょっと怖いけど行こうか。すごいね、企画でさ、坊主にするってなかなかすごいね。これか、これが YouTuber なのか。怖いもんね、だって企画で坊主して。これはね、2cm。 あ、これ 2cm。 うん、で、この後ちょっと調整で、あとやっぱ直毛だからすげえ浮くね。すごい。もう切り目チェーンね、これ。切り目チェーンっていうか、別人でしょ、これ。いいな、モロさんに坊主にしてもらえるって幸せもん。はい、そしたら今、宝坊主にしてもらった間に、はい、セットしてもらってきます。あー、お前と全然ちゃう。じゃあ、行ってらっしゃい。行ってきます。
こいい。残ったシーンはやっぱりちょっと今この状態だとどんぐりの帽子みたいになってるけどね、こういう髪型の方がさ意外と時間かかるんだよね。あ、そうなんだ。細かいのって結構出るからね。こいつまた爆睡してるよ。ブリーチして起きなかったらすごいよ、ね、本当にすごい。それはさすがに、さすがに痛くて起きると思うんですけど、この坊主で返したらかわいそう。赤抜けた感じで坊主でもかっこいい坊主だね。かっこいい坊主、今風な今風な感じで、かっこよかった。いやいや、結構入ってたらいい。まだ寝てます。高菜まだ寝てます。真似すぎや。こんな感じでブリーチしていきます。僕ね、やばい、マジでかっこいい。クリスロードうめえんだけど。なんでね、高菜は爆睡です。ブリーチされたの爆睡ってやばいね。これめちゃくちゃ痛みに強い説出てきたね。出てきましたねこれ、うん、これで放置する感じですか今から。これでちょっと時間置きます。じゃあ置きます。はい、でね、今高菜のブリーチが2回終わったんで、はい、今から流すんですか。流します。お願いします。匂いね。押しとるんか、お前。やばい、めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。痛いよ。痛い。激痛。痛い。激痛です。目が覚めたら、頭が激痛。激痛。地獄絵図や。ブリーチする話でしたっけ。イメチェンですから。イメチェンですから、はい。めっちゃ怖いんすけど。まあ、幸せ者だと思ってください。本当にあんま長いことを。本当に。激痛だったからね。はい、今完成して、シャンプー終わってね。お願いします。ガチ？どうぞ。うわ、痛いよ。うわ、痛いよ。うわ、痛いよ。ちょっとお客さんの方が静かにね。え、すっごい。サルみたいじゃない？確かに。おしゃれだ、おしゃれだね。すげえ。で、坊主じゃん。結構いったね。最初バリカンいたからさ、これちょっとやばいかなと思ってん。おしゃれですよね。おしゃれ坊主。おしゃれ坊主。ちょっと衝撃、衝撃が衝撃だけど、いろいろと。坊主やし、シルバーやし。情報量が多すぎる。完全に。おしゃれ坊主だね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おしゃれ坊主だ。ありがとうございました。ドッキリのつもりがおしゃれ坊主やから、結構よかった。結構反応がなんかね、反応なんか、ありがとうございます。モルさんの腕前なんで、本当にすごい時間かけてくれて、モルさん本当にありがとうございます。いや、いいドッキリになってもらって良かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にございます。モルさんのチャンネル、ガーラからお願いします。お願いします。モルさんの方の動画、あ、出てます。はい、もう出てるんですか。出てます。出てますよ。出てくれてたよね。出てくれたんですよ、モルさんの。もうやばい。僕のではちょっと細かくカットしてる様子とか、うん、はい、それを見ててください。また森さんお願いします。お願いします。お願いします。またまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。モルさん、ありがとうございます。おかげさまで今から洗濯しておきます。はい、俺イエローマン芸人さんね。そうです。なんでやねん。僕さっき写真撮ったんですけど、はい、かっこいいっす。いいね、赤皿って感じだよね。かっこいい坊主やな、ほんとに。すじさんまよ。お前絶対それやりたかったな、今日。ありがとうございます。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。かわいい、せーよ、ちょっと顎引きます。かっこいいよ。いいよ、いいよ、いいね。あー、ちょっと戻れます。あー、いいですね。顔だけもうちょっとこう向けてもらったり。あー、そうそうそう。このやっぱ繋げたのがやっぱ面白いですね。じわじわしますね、ほんとに。じゃあ僕ら信号機に挟みちょうどいいですね。はい、これは正規して。それとこよろしく。今のいい感じ。今、せーの、よっ、よっ、はい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 、こんな感じですね。なるべくそれでも近い方がいいです。ちょっと今、空間が。オッケー、よいしょ、いいね。よいしょ、いかがせーの、おい、よいしょ、もう一枚いっとこう。いいですね、乗ってきた。よし、はい、撮影終了しました。はい、あ、ありがとうございました。ありがとうございました。いやね、むちゃくちゃな写真もね、あったんですけど、全然それを快く受け入れてくれた。本当に本当に本当に、あの、モルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで、本当にいいです。
素晴らしい、ございました。素晴らしかったー。じゃあ今頃洗剤変わっとるかな。変わっとるかな。変わってないかな、わからないですけど、まあいい感じです、はい、またバイバイ、次の動画で。バイバイ何それ。